出町座は、京都府京都市上京区の出町増形商店街にある映画館。運営は、島フィルム。出町座がある、出町増形商店街映画制作会社であり、福知山シネマや、舞鶴八代館の運営を手掛ける島フィルムは、2013年から、京都市と共同で、中京区で、立成シネマを運営していた。京都市立立成小学校跡地を活用する。 新事業に伴って2017年7月には立成シネマが閉館している。これにより島フィルムが上京区の出町増姿商店街に場所を移して新たに開いた映画館が出町座である。2017年12月28日にオープンした。12月28日はルミエール兄弟が1895年にシネマトグラフを商業を公開した記念日であることから、 コケラ落としには同兄弟の作品を再編集した新作映画ルミエールが選ばれた。開館から約2ヶ月半で合計来場者数は1万人に達した。1階のカフェと書店スクリーンは地下1階と2階に一つずつ設けられている。1階には書店カバーブックスとカフェデマチザの底が併設されている。書店では上映作品の原作や 関連書籍などを並べている。カフェでは、通常のカフェメニューやアルコール飲料のほか、上映作品にちなんだドリンクが提供されている。3階のフリースペースは、ギャラリーやトークイベントの会場として使われている。建物は、薬局が入っていたビルを改装したものである。劇場の扉、上映機材、券売機、椅子は、2017年1月に閉館したニュー。 八王子シネマから引き継いだものである。ありがとうございます。